<laughs> あ皆さんおはようございます増田敏夫でござざいいまますす増田でアメリカと日本の違いシリーズといいましょうか今日もまた、えー、この違いについてお話ししようと思うんですが、えー、まあ皆様方にも何度かお話ししたことがあると思うんですが、えー、日本の民主主義というのは、えー、仏作って魂入れずだというふうによく私は言いまして。 どういうことかというとですね、確かに形の上では民主主義国家の形をとっているけれども、そこにある精神はですね、およそ民主主義とは外れている部分があると、その最たるものがですね、コンフリクト インタレストコンフリクト・オブ・インタレストと言いまして利害・相反する関係ということなんですね。えー、これはまあこれもこの時間でお話したことがあると思うんですが、まあ、A というそのメーカーさんと B という販売会社があるとそして A の製造会社の重役さんが B の販売会社の重役を兼ねていると。 いここうういまあ普通と言っていいぐらいよくあるとで考えてみれば A の方は B という販売会社にできるだけ高く売るということが A の会社の利益になることですね B の方の利益というのは A の製造会社の方から少しでも安く仕入れるということが B の会社の利益になることですね でこの A という会社も B という販売会社もみんな日本の株式市場に上場をしてましてそれぞれ株主がいて株をまあ売ったり買ったりですね要するに投資家が株主がいるということなんですねそうすると株主の方から考えてみると、まあ、日本の場合株主の方はそういうことは一切考えないんですけども まあ、アメリカ流にですね、えー、考えればということなんですがアメリカ流に考えればあ株主はですね、<laughs> そこの B の株主 A の株主といるわけですが A の株主はですね、えー、この重役さんがこの B の会社の重役もしていると。 おそしてその A の方では少しでも高く売る努力をしながら B, に B の重役としては少しでも安く買おうという努力をして A の会社からボーナスや報酬をもらいですね、えー、A は A で <laughs> A の会社からボーナス報酬をもらい今度はまた B の会社からもボーナスや報酬をもらうということですから。うん まあ誰が考えてもそう言われてみればおかしいというふうにいくら日本人でもですね思うわけですねそう言われれば誰しもおかしいということになるわけですこれコンフリクト・ブ・インターレスト違反になるわけですねそこまではですねまあ大学でも勉強をしていますし誰でも言われれば分かるんですけどもじゃあまあ分かったらですね えー、そういうそのコンフリクト・オブ・インタレスに違反するようなことをやめるのかというとですねまあ私はこのことはもうそれこそ10年ぐらい前から言ってることなんですが、えー、なるほどなるほどと言って感心されてきましたけども。 それ以降ですね、A と B との会,社の会社でですね、重役さんが両方兼ねるということがですね、なくなってないんですね、以前,と以前も今日もですね、販売会社の重役、製造会社の重役、これはまあ兼ねてる。 えー、まあ常識のようになっていてですね、まあ、常識化してるもんですから、まあ、言われてみればおかしいけれども現実にですね、えー、その会社の社員もあるいはまた株主もおかしいとは思わないということになってるわけです。これを私があこの「仏作って魂入れず」ということまあそういう表現でですね言ってきたわけなんです。今日なんで このコンフリクト・オブ・インタレストの話をするかと言いますと、これ、日本とアメリカとの違いの話ですから、この日本の国民と日本の政府、アメリカの国民とアメリカの政府、アメリカではですね、民主主義の仏を作って魂が入ってる国ですから、この国民とおこのお政府、 えー、というものはですね、コンフリクトブ・インタレスなんですよ。つまり利害が相反する関係なんですね。えそして何事もおきちっとこの利害相反するようなあ形で、かつその利害相反する精神に基づいて行動してるわけなんですよ。まあ難しい言い方しましたが、簡単に言うとですね、国民は政府に税金を払うと。 で国家の方は国民から税金を取るんですから、まあ、取る方と払う方ともらう方とこれ利害相反することは誰にでも分かることですね、えー、従って国民は国民と政府とは利害相反するそしてこの税金を国民から取ってですね今度はその税金を使って国民のためにサービスをするわけですからだからさ 国国家は国民に対してサービスをするそして国民は国家からサービスを受けると与える方とその受ける方ですからこれまたコンフリクト・インタレストで利害が相反するわけなんですよでそういうふうに考えるとですね日本もまた同じくですね政府と国民との間はコンフリクト・インタレストという関係があるこれをですね 一つ国民の幸せという点からああこれを考えてみようと思うんですね。まあ、どういうことかと言いますと、まあ、国民の幸せっていうのはいかに、まあ、資本主義の世の中ですから、あ,あいかにその自由を持っているか、自由イコールその、うん、資産。 どれだけのお金財産を持ってるかという財産、えー、資産が多ければ大きいほど自由が多いわけですからより幸せだということを言えますね、えー、資産、えー、お金がなければですね、えー、不幸なわけなんですよ従ってですね、えー、日本とアメリカの国民とどっちが幸せなのかということを比較してみますとね 日本の国民は日本の GDP の4倍 GDP が約5,000兆円ですから4倍ですから2,000兆円ですね日本の国民は2,000兆円の資産を持ってるんですよ。でアメリカの方はどうかというとですねもう酔い腰の金を持たないというかマッキンゼという有名な調査会社の調査によりますとね3分の1アメリカのですよ,成人,ですよ成人の3分の1の人はですね えー、銀行口座に、うん、100ドルのお金もないって言うんですよだから1万円のお金もないって言うんですよ、えー、日本のお年寄り60歳70歳の方のですね、えー、平均預金高は2000万円から3000万円ですから100ドルのお金もない人とです、ね、2000万円も3000万円も持ってる人と比較したらどっちが幸せなんですかって言うんですよもう日本人の方が幸せに決まってますね、うん、アメリカの方が不幸なんですよ で、えー、じゃあ、日本の政府はどれだけの借金があるかって借金を比べると G の4の GDP の倍のの GDP 250%1200 兆円ぐらい借金があるというんですよ、まあ、アメリカも2000兆円ほど借金がありますけども GDP が2000兆円ですから、まあ、あトントンぐらいなんですよ日本は2.4倍だっていうんですよアメリカは1倍だっていうんですよ。 ね、ですから日本の方がもうはるかにですね借金が多いわけですね、借金が多くて財政破綻するかもしれないという、財政状態が悪ければ悪いほど、国民の方の財政状態が良くなると、これ、コンフリクト・ブ・インタレスなんですよ、だからアメリカの方が日本に比較して、借金、GDP に対する借金の率が低いから、アメリカの国民は不幸なんですよ。 日本はもう首が回らない、いつ破綻するかわからないぐらい国家の借金が多いから国民が世界一金持ちなんですよ。こういうこともですね、えー、皆さん一つアメリカと日本の違いとして覚えておいていただきたいなと思っております。